ねずっともみちゃんです。おそらくこれから冬の期間にユニバに来る方も多いと思うんですよ。で、今のユニバはどんどんコロナ前の混雑に戻ってきてて、超パークも混雑してるんですよ。で、今日は日曜日なんですけども、今日はユニバのアトラクションを全制覇します、イエーってことで、で今超大混雑してるから、おそらく今までの全制覇結果の中でも難易度マックスと思います。じゃあいけるからやっていきましょう。あとチェロスレコノミ TV やこれからもユニバのいろんなお得情報をお届けするんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速やっていきます。ブルー。そして今日の営業時間が9時から21時なんですけども、ユニバって基本的には公式オープン時間より早くオープンするんですよ。で、最近の傾向では平日でしたら公式オープン時間の1時間前にオープンすることが多くて、土日とかでしたら公式オープン時間の2時間前から1時間半前ぐらいにオープンすることが多いんですよ。で、今日は日曜日の大混雑日なんで、おそらくまあ1時間半前ぐらいにオープンすると思うんですよ。で、これからユニバに行く方は、まあ、早くオープンすることを見越してユニバに来るのがおすすめなんですけども、僕今日6時半にユニバに着いたんですけども、なんと前から9列目の列なんです。すごくない？6時台で前並べへんってみんな早起きすぎるやろ。いやー今日マジでどうなるんかな、全制覇できるかな、めっちゃ心配。もう最高難易度のレベルよ。そして今日は7時40分にオープンしました。やっぱ早いな。じゃあ今から全制覇行きます。それではオープン。そしてユニバには1分で入ることができました。まあまあめっちゃ早く入りました。そしてユニバ基本的には朝一ってどのアトラクションも空いてるんですよ。だから朝一こと自分が一番行きたいアトラクションとか、めっちゃこのアトラクションに行くのがおすすめです。で、まず最初はハリドリ行ってきます。そしてこのハリドリには前向きと後ろ向きがあるんですけども、基本的にはバックドロップの方が運行数が少ない影響で、ちょっと待ち列ができたら前向きより待ち時間が長くなりやすい傾向があるんですよ。で、今ね前向きと後ろ向きどっちも30分待ちだったんですけども、どっちも同じ待ち時間なら先にバックドロップに行くのがおすすめです。で、朝一バックドロップに来たんですけども、やっぱ朝一やからかなり空いてる。いや、すぐ行けるかな。はい、じゃあバックドロップ朝一乗ってきました。めっちゃいい目覚めだったわ。そして聴いた曲は安定にタラ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 コタラコスパゲッティは美味しいよ、聴いてきましたそんな曲ないぞ。で、続けてハリドリ前向き乗ってくるんですけども、やっぱり言った通りに前向き20分増してバックドロップ1時間待ちになってるわ。予想通りにバックドロップ伸びた。いや、これマジでバックドロップ行っててよかったわ。もう朝一の時点でバックドロップ60分待ちってえげつないからね。で、まあハリドリ20分待ちやからこれはすぐ乗れる、よかった。いやー朝から順調よ、順調で、右側の列がバックドロップです。いやー、やっぱりバックドロップは運行数が少ないから進みがちょっと遅い。で、朝にアトラクション並んでる時にしてほしいことが、任天堂ワールドの整理券情報チェックなんですよ。で、基本的にはスーパー任天堂ワールドのエリア入場整理券ってユニバの公式アプリから取得できて、公式アプリから確認することができるんですけども、やっぱこのクリスマスシーズンはファミリー層が増えてる影響で、ここの任天堂ワールドの整理券すぐなくなっちゃうんですよ。だからこれから、まあ朝にどのアトラクションを並んだとしても、公式アプリで任天堂ワールドのエリア入場整理券情報はチェックしてください。で、この前向きももういけるわ。うわ、最高。
はい、じゃあ前向きも乗ってきました。で、今回聴いた曲はたらこスパゲッティ、たらこスパゲッティ、ツル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 飛べるです。で、まあこの張り取りね、どっちもね朝一終わらせてからもう超一安心。いやいいね、めっちゃ今いい感じよ。そして張り取りの次はジュラシックパークエリアにあるフライングダイナソー行ってきます。で、このフライングダイナソーの隣にニンテンドーワールドがあるんですけども、やっぱ朝一みんなニンテンドーワールドに行く傾向があるんで、ここのジュラシックパークエリアは朝は好きやすい。で、ちょっと言い忘れてたんですけども、クリスマスシーズンのユニバのアトラクションの5大関門が、まずはハリウッドドリームドライドで、バックドロップで、ジュラシックパークエリアにあるフライングダイナソーで、マリオカート、そしてミニオンパークにあるミニオンハチャメチャライドなんですよ。で、この5個のアトラクションが特に混雑しやすいから、朝一のアトラクションを空いてる時間帯に行くのがおすすめです。で、朝一ダイナソーに来たんですけども、よっしゃ来た。現在35分待ち。これもね、一瞬で100分待ちとかなるんよ。いや、だからダイナソーも比較的にすくすく進んでる。いや、これほんまにもう超混んでる時はなかなか前に進まないからね。いや、ほんま朝来て正解。で、もう階段まで来ました。うわ、めっちゃ順調。はい、じゃあダイナソー乗ってきました。もう相変わらずヒューヒュードワーって感じでした。乾燥下手で、まあ、絶叫系終わったんですけども、基本的にはハリドリとかバックドロップとかフライングダイナソーって両側を使ってレーンが動いてるんですよ。でも平日とかのそういう空いてる日は片側しか使用されてない時もあって、その片側しか使用されてない時は進みが遅くなっちゃうんですよ。だからちょっと平日とかに行く方はそこは注意してください。でも土日は両側フル回転だから意外と進み早く乗れる。そして次はスーパーニンテンドーワールドに行ってきます。で、ここのニンテンドーワールドは基本的には朝一はフリー入場って言って整理券なしで入れちゃうんですよ。で、その後に整理券配布になって抽選券配布になるんですけども、ニンテンドーワールドの整理券って1日1人1枚しか手に入れることができないんで、ニンテンドーワールドを思う存分楽しみたい方は朝一のフリー入場に行くといいです。すると、まあ、その後に整理券とか抽選券とかまた手に入れることができるんでおすすめです。で、ちょっとこれびっくりしたんですけども、ニンテンドーワールドの整理券を見せるためだけの列なのに、えげつない待ち列。どのぐらいかかるのかな。で、ニンテンドーワールドの整理券を見せるためだけにだいたい2分ぐらいかかりました。まあ2分やったらまあ許容範囲、許したるわ。許したるってないやねん。そして今回もクリスマスバージョンのマリオの世界行ってきます。おお、そして今日もやってきましたよ、スーパーニンテンドーワールド。相変わらず最高やな、ここの世界は。で、ここのエリアで最初に乗るアトラクションはマリオカート。現在ここは85分待ちです。いや、朝から並ぶな。けどこのアトラクションもすぐに100分待ちになるから、100分待ちになる前に乗る。いや、でもここのアトラクションはクリスマスシーズンはずっと混んでんな、すげえわ。あと、このアトラクションの好きな点が待ち列とライド全て室内なんですよ。だから夏は涼しくて冬は超あったかいんですよ。だから寒い時はここのアトラクションに行くのもおすすめ。そういう意味でも超いい。あと、このマリオカートにも2つのレーンがあるんですけども、平日土日どっちもフル回転してるんですよ。だからめちゃくちゃ乗車率が高いので、回転率がめちゃくちゃいいアトラクションです。だから表示されてる待ち時間より早く乗れることも多いです。で、このマリオカートもやっぱハリトリとかダイナソーと違って比較的にすくすく進んでる。
めっちゃいい感じやぞ。いやー、いろんなコースがあるな。どの物件にしようかな。はい、じゃあマリオの帽子もらいました。あとちょっとで体験できる。めっちゃ早いさ。はい、じゃあマリオカート乗ってきました。で、今回のスコアは190コインでした。自分だったで、まあ、85分待ちだったんですけども、1時間ぐらいで乗ることができました。いい感じ。そして次はここのエリアにあるもう一個のアトラクションのヨッシーアドベンチャー行ってきます。で、ヨッシーアドベンチャー現在55分待ちで、まあ、ヨッシーアドベンチャーに関しては基本的ではマリオカートと違って100分待ち超えることはないんですけども、それでもやっぱり人気やから並ぶわ。うわ、ヨッシーアドベンチャーも混んでるから、混んでる名物の外の待ち列になっちゃった。これヨッシーアドベンチャーの場合、外の待ち列になったらもうマリオ関係なくなるよね。でもね、これだけ混んでるという証拠っすわ。いやー、マリオ制覇するだけでもだいぶと大変やな。すごっ。お、推しのキノピコちゃんがいる。キノピコと会えるのここだけやからな。そしてもうそろそろやー、ヨッシー乗れる。いやー、これも乗るまでに時間がかかったな。いやー、やっと乗れたヨッシーアドベンチャー。あー、これ乗るのもかなり時間かかったな。で、めちゃくちゃいい天気のマリオの世界、来年の映画もめっちゃ楽しみやわ。あー、最高にいい天気やん今日。そしてもういつも通りにあの歌歌いますか。皆さん、マイクの準備できてますか。じゃあ歌いますよ。いや、このマリオも終わってめっちゃ安心で、これ一応人気アトラクションのマリオカートとダイナソーとハリテリバックドロップ終わったんですけども、これ終わらすためにもう午前中かかった。うわ、すごいわ。今日6時に来たよ。で、今マリオ出たんですけども、もうフードカートがもう超大行列やわ。これ買うために60分かかるやろ。いや、でもこん中で全制覇してるって結構レベル高いよ今日は。そして次はワンダーランドのアトラクション行ってきます。そしてこの動画内で言い忘れてたんですけども、ワンダーランド内には公式アプリから一部のアトラクションを事前予約できる予約乗りがあるんですよ。それを使って全制覇します。で、その予約乗り対象のアトラクションはフライングスヌーピーとエルモのバブルバブルとエルモのゴーゴースケートボードとモッピーのバルーントリップです。行ってきます。そしてまずはフライングスヌーピー行ってきます。現在ここ60分待ち。でもここも予約乗りを使って行ってきます。で、予約乗りを使ったらなんと見てください、通常の待ち列をすっ飛ばしてすぐに乗ることができるんや。これはマジでおすすめ。いやー、予約乗り最強すぎるやろ。でもここのワンダーランドには予約乗りがないアトラクションがあるんですよ。で、それが今から乗るハローキティのカップケーキドリームとビッグバードのビッグトップサーカスです。で、キティちゃん乗るんですけども、現在20分待ち。これ普段5分待ちやから今日は超大混雑するよ。いやー、やっぱりクリスマスシーズンはここのワンダーランドのアトラクションもかなり混雑しやすい。あ、
やっぱ子供が増えるから、こういう子供向けのアトラクションをめちゃくちゃ混む傾向があるわ。豆ちゃんの豆豆ワールドもめっちゃ混むよ。じゃあ、カップケーキドリームのプロの力を皆さんにお見せします。見ててくださいね。おらいやー、カップケーキドリームのプロの力もしたな。で、今から予約のにも駆使してじゃんじゃん乗っていきます。はい、じゃあワンダーランドのアトラクション全部乗れました。で、大体まあ予約乗りも駆使したら1時間くらいで乗れることができました。で、やっぱりもう予約乗りを制するものはもうワンダーランドを制すですよ。でも、このワンダーランドのアトラクションに関したらやっぱ子供向けのアトラクションが多いから結構子供が乗るんですよ。で、その影響でやっぱりいろんなトラブルがあるから、たまにまあいろんなことがあって、もう待ち時間が長くなったりする可能性があるんですよ。だからこれからワンダーランドに行く予定の方はそこら辺も注意してください。よかった、これも終わってワンダーランド前のポップコーンカート、えげつない待ち列。うわ、折り返しの列できてるやん。これもう1時間かかるやろ。いや、すげえな。今日はもう全体的にパーク大にぎわいよ。で、次どうしようかなって考えたけども、まあ、ジョーズのアトラクションで、まあ、一日通してずっと待ち時間が安定して長いんよ。で、ジョーズに関したら100分待ちとかまではあんまりいかないですけども、まあ時間があるのに、まあ、ジョーズ潰しますで、まあ、基本的に今って昼以降からどのアトラクションも混んでるんですよ。だからここからは、まあ、道なりでアトラクション乗っていきます。じゃあもう何百回目のお上手行ってきます。やっぱりユニバ来たからにはこれは絶対に乗ってほしいわ。じゃあジョーズ現在50分待ち。うおー、50か。やっぱり安定やな、このアトラクションは。けどやっぱりジョーズ今めっちゃ混んでるから待ち時間めっちゃ長いわ。けど待ち時間長いからこそこういう珍しい待ち列で来れる。いいね。こんなんも待ち時間長い時じゃないと見れないってめっちゃもったいないな、普通に思うんやけど。そして現在の待ち時間なんですけども、マリオカートが120分待ちで、バックドロップが110分待ちで、ハリトリも前向きとダイナソーが100分待ちです。いやー、もう100分超えてるんよ。このアトラクション先に行っててマジでよかった。で、さらに驚くのが、エルモのバブルバブルも80分待ちなんですよいやすごいな、エルモのバブルバブル。だからもう今日はもう超大混雑すぎ、マジですごいわ。そしてこのジョーズもすごい混んでるので、ジョーズ名物の外の待ち列になってる。いやすごいな。いや、もうこの光景がもうアミティビレッジやろ。うわ、この船を周回する待ち列なんかめっちゃ久々やわ。これ逆にレアやから興奮するどこが興奮ポイントやね。いや、この天気とかもマジで間近で見ることできんからね、普段は。いいね。うわ、そしてようやく上手乗れるわ。結構時間かかった。めっちゃ楽しみ。はい、じゃあジョーズ終わったんですけども、今回ちょっとトラブル発生して
ジョーズ乗ってる最中に止まりました。いやジョーズ止まるのちょっと珍しいんで、でもジョーズ止まったんですけども、船長さんのアドリブのおかげでなんだか楽しめたんですけども、まあ、でこれから行く方は、まあ、そういうこともあるので注意してください。結構時間かかったね、ジョーズ。そして次はミニオン関係のアトラクションを行ってきます。でこのミニオン関係のアトラクションもこのクリスマスシーズンはファミリー層が増えてめっちゃ混むんで注意してください。でおそらく今の時間帯めっちゃ混んでます。でもね、やっぱハリードリとかの方が優先的だったからね、今日は。でミニオンパークやってきたんですけども、ここはやっぱり超活気で湧いてるわ。うわやば、これ現在ミニオンはちゃめちゃライド85分待ち、やっぱすごいなここは。でミニオンはちゃめちゃライドも余裕で外の待ち列、うわほど遠いな。今日はもう超爆ゴミデーやわ。いやこれはもう予想以上の混雑でちょっと雲行きが怪しくなってきました。うわでもね行きますわ。でもう15時3時になっちゃったんで、日沈むのちょっと早いからもう夕方に差し掛かってるわ。そしてようやくグルーさんの家の中に入れるわ。あーもう入るまでにどれだけかかんねん時間。グルーさん宅ももう中人でパンパン。マジどこもかしこも超混雑しとる。いやーさすがここのミニオンパークはクリスマスは半端ない。で15時45分になったんですけども、もう夕方前なんですけども、まだまだここのミニオンはちゃめちゃライドの列は進まん。あマジ化け物やな。いやーやっぱりミニオンはちゃめちゃライドめっちゃ並ぶわ。っていうのもこのミニオンはちゃめちゃライドって基本的にアトラクションに乗る前に3回説明の部屋に入るんですよ。だから表示されてる待ち時間より長く並ぶことが非常に多いアトラクションなんです。だからもうやばい。でようやく4時前に1回目の説明の部屋に入れます。もう夕方か。いやーやっとやっと希望が見えたわ。めっちゃ面白いよ。ほら笑ってブルーさん。うん、笑うの嫌や。はい、じゃあミニオン初めてライド乗ってきました。いやこのライドは何回乗っても最後感動するわ。あれ、あこのティムちゃん逆やわ。待ってめっちゃ恥ずかしいんだけど。そしてもう次は、まあ、このミニオンパークにあるもう一個のアトラクションのミニオンはちゃめちゃアイス行ってきます。でここのミニオンはちゃめちゃアイス現在40分待ちで、このアトラクションで普段は5分から10分ぐらいの待ち列なんよ。だからもうそれだけ見てももう普段の4倍くらい待ち時間がある。あと今現在なんとミニオンはちゃめちゃライド100分待ち。やばいな、ミニオンで100分待ちはマジですごい。でここのミニオンはちゃめちゃアイスも現在40分待ちやから、もう普段は並ばない待ち列に来てる。なんなんこれ、プレステ7発売日か。この列は。そしてミニオン以外にも現在バックロックが130分待ちで、ハリドリの前向きとダイナソーとマリオカート100分待ち。はい、じゃあミニオンはちゃめちゃアイス終わりました。さすがやな、ここのエリアは。ここも制覇するためにめっちゃ時間かかった。いやー超最難関やったなほんまに。
でもうすっかりちょっとずつ暗くなってきてる。で次はもうこのミニオンパークのもう隣にあるアトラクションのもうスパイダーマン行ってきます。今スパイダーマンに限ったら、まあ、パークの中でも超絶混むようなアトラクションじゃないから、まあ、正直でもういつ行ってもいいと思います。そして現在スパイダーマンは65分待ち。もう立派やわここまで来たら。いやーすげえな。スパイダーマンも普段、まあ、ちょっと待ち時間があったとしても40分とかないよ。もうすげえもうすごいしか言いようがないわこの混雑は。だからもう超長い待ち列ができとる。たねえな。すげえ。で今スパイダーマンのアトラクションの待ち時間確かに長いのは長いんですけども、このスパイダーマンって表示されてる待ち時間より早く乗れる傾向があるんですよ。というのもこのスパイダーマンって1台で乗れる人数はまあまあ多いですし、あとハリドリみたいな安全確認が特にないからずっとライドは動いてるんですよ。プラスやっぱ室内型のアトラクションなんで天気によって左右されないんで、もうすごい回転率がいいアトラクションです。だからまあこれからまあアトラクションに乗る予定の方はもうスパイダーマンは早く行けると思って行った方がいいです。普段は行くことがない外の待ち列になってる。でもこの外の待ち列だったらこのスパイダーマンに出てくる敵キャラとかのね詳細が書いてるんよ。だから長い待ち時間並んだ方がより一層ここのスパイダーマンのアトラクション楽しくなるんよ。だからまあおすすめっちゃおすすめです。でなんやかんや言いながらもう中に入れるわ。やっぱり回転率がいいからもうすく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 進んでる。そしていつも通りにスパイダーマンのメガネかけた。絶対これ不審者だろ。通報されるわ。はい、じゃあ今日もあたかー、今日もあたかー終わりました。やっぱりこれは表示待ち時間より早く行ける。最高やった。でやっぱり冬は日沈むのがめっちゃ早いからもう夜やべえ。うわーツリー見たいよ。ゆっくりと、あツリーを後にして次のアトラクション行ってきますわ。そしてスパイダーマンの次は期間限定とか来年の7月までやってる実時回線ザ・リアル 4D に行ってきます。で現在実時回線は40分待ち。でもこの実時回線に関したら、まあ、ちょっとね一気に人が入るんでこれも表示待ち時間より早く行ける傾向があります。おー実時回線予想通りにもう一発で入れる。もうこれほんまに一気に入るから超おすすめなんよ。あんまり表示待ち時間より並ばない。はい、じゃあ実時回線終わりました。やっぱり予想通りに早く体験できた。で次は実時回線の隣にあるスペースファンタジーザライド行ってきます。いやー夜やからこのスペファンの看板めっちゃいい。最高。これ夜限定よ。で今から行くんですけども現在75分待ち。やべえ。でこのスペハンって室内型のコースター型のライドなんですよ。だから夜とかちょっと冷え込んできたらみんなここに駆け込む傾向があります。やっぱり冬山は室内型のアトラクションは人気や。いやーこのスペハンってよく XR ライドになるんですけどもXR ライド並みに混んでるやん。やばいな。スペースファンタジーザ XR ライドかな。いやスペファンでピーコックシアターまで行くことってなかなかないんよ。いやこれ普段 XR ライドとかならここまで行くことあるんですけども、いやこれだけ見ても今日は混んでるってわかるわ。やっと屋根下まで来た。ここまで来るのに結構時間かかるな。で今ちょっと衝撃ニュースが入ったんやけど、この閉園時間が近かったら人気アトラクションは営業終了になるんですよ。
で、スーパーニンテンドーワールドのあるマリオカートはもう営業終了になっちゃったんですけども、なんとその影響で、ヨッシーアドベンチャーの待ち時間が120分待ち。ヨッシーで100分待ち超えって、めっちゃ珍しいよ。うわぁ、やっぱすげえな。ヨッシーまでもが100分超えるっていう日よ、今日は。はい、じゃあ、スペハン XR ライド行ってきました。XR ライドじゃないけど、でも今回も無事、太陽を救うことができました。で、次ね、どうしようかなと思ったんですけども、やっぱジュラシックパークザライドっていう、まあ、ジュラシックパークエリアにある、まあ、最後に水がバシャンってかかるライドなんですけども、まあ、この冬の期間って、まあ、空いてる傾向があるんですけども、夜の冬が一番空いてるんですよ。だからまあ、ジュラパライド行ってきますよ。で、やってきました。ジュラシックパークザライド、現在15分待ち。予想通り。で、ジュラパライドなんですけども、やっぱりこの夜の時間帯なんで、15分待ちじゃないし、もう一瞬で行ける。はい、じゃあ濡れてきました。前髪がのれんみたいになってるで、このジュラシックパークラダイドは15分待ちって感じなんですけど、もうマジで一瞬で行けた。いや、一瞬で行けてこのスリルは最高じゃない。逆に冬の夜がおすすめかもこれ何回でもリピできるからね、今は。そしてラストは魔法界に行ってきます。やっぱりラストは魔法界やな。そして僕が最後にこのハリーポッターエリアを選んだ理由は、ここの魔法界はとにかく夜が最高に綺麗なんよ。だからここは最高に行きたかった、どうしても。うわー、マジで最高、この空間で。ここのアトラクションを終わらせたら全部全制覇。うわー。で、ここのハリーポッターエリアにはヒッポグリフとハリーポッターのジャーニーっていう2つのアトラクションがあるんですけども、先にヒッポグリフの方が早く閉まる可能性があるんで、ヒッポグリフ行ってきます。そして現在ヒッポグリフは45分待ち。うわー、でもここはやっぱり夜に人気のエリアやから、やっぱ待ち時間も比較的長いわ。でも昼の時点とかはここ80分待ちとかなってたから、それよりはマシ。あと最近の傾向なんですけども、やっぱ全国旅行支援の影響で遠方ゲストがめっちゃ増えてるんですよ。で、この遠方ゲストが増えたら基本的にはハリーポッター関係のアトラクションの待ち時間がすっごく長くなりやすいよ。でか、今日もハリーポッターエリアのアトラクションを1日通して長かったです。基本的にずっと1時間待ち超えで、もうハリーポッターのジャーニーなんか100分待ちとか言ってたんですよ。すげえ人気。でもここのエリアは夜とかより雰囲気出るからええよね。この雰囲気どう、みんなすごくない？で、夜やったらより一層ここのハグリッドの家も映えるな。もう住んでるやろこれで、なんやかんや言いながらヒッポグリフももう行ける。いや、で、このアトラクションは夜の綺麗な魔法界を高い位置から見れるから、夜に乗るのもおすすめなんよ。はい、じゃあヒッポグリフ行ってきました。おー、夜の魔法界めっちゃ綺麗やった。そしてラストは鬼ほど綺麗なハリーポッターのジャーニー、現在10分待ち。おー、最高。いや、これほんまにもうハリーたちいるやろそのぐらいのリアル感よね、マジで。おー、最高。はい、じゃあハリーポッターのジャーニーも乗れました。で、これで一応アトラクション全部制覇することができました。イエーイ。ということで、
いやー今日ほんまにジョーズがトラブっちゃったからどうなるかすごい心配だったんですけども、無事全部乗れてマジで安心で、まあ、最後にですね、まあ、時間があるので僕がずっと見たいって言ってたツリー見ようかなと思ってます。うわツリー見る時間待ってマジで最高やな。うおこの景色見て、夜のラグーン、わーめっちゃ綺麗。今日全制覇できた時のご褒美かなこれいやツリーめっちゃ楽しみやな。おお見えてきた、めっちゃ綺麗いやーいいよねこのプロジェクトマッピングも、ツリーがめっちゃ綺麗。はい、じゃあ今日は冬の超大混雑日の日曜日のユニバのアトラクションを全制覇しました。で結果12時間47分かかりました。だから1日の半分以上かかりました。半端なくないで特に今年の冬はイベント割とか全国旅行支援の影響でめっちゃ混んでるんですよ。だからこれからユニバに行く方はこの動画を参考にしてください。で特にファミリー層に人気のミニオンパークとかワンダーランドとかあとはニンテンドーワールドは注意が必要です。でも無事制覇できてよかった。あマジで途中無理かなと思ったけどもう皆さんの応援のおかげですはい、じゃあまたこれからもいろんな動画上げると思うのでちょっとグッドボタン通知ボタンも忘れないだけでバーイ。